今年を語る上でやっえりコロナというものは切っては離せないわけなんですが自分たちが再会するときにとにかく自分たちのサッカーでこの J リーグを盛り上げて優勝しようとそういう形でスタートしましたそして選手たちは本当にそのことを体現してくれて優勝もして またシーズンの中では10連勝という記録も出して、まあ、そういった中でもまた自分たちでこの記録を塗り替えようよという話をした中でまた12連勝と本当に自分でも本当にこの選手たちすごいなと思いながら見てました。